皆さん、こんにちは。しょりみんチャンネルのしほです。はい、ということで今回はね、掃除曲第3弾ということで、ベッドを今回は掃除していきたいんですけども、まず前回棚をね掃除したんですけど、棚のねビフォーを取り忘れてて、あんまり変化がわからなかったので、まずベッドのねビフォーを今から取っていきたいと思います。ね、ちょっと汚いんですけどいいですかね。まず枕がこんな感じで、ニキビのね薬をつけて寝たので、ニキビの薬が枕についちゃって、なんか色が変化っていうか、そうちょっとね変化しちゃってて、ちょっと汚いんですよね。でこのね布団もちょっとニキビの跡が何箇所かあって、ちょっとこの辺もねちょっと変化が、薬がついちゃって汚いなと。あとここにいつも私が生活しているというか雑貨類が置いて生活してる、まあ寝てるんですけど、雑貨してる、雑貨類が置いてあって、これが目、これが、お年玉で買った目を隠すやつ、なんて言うんだっけこれ、あ、それそれ、アイピロー、これを使って寝てて、とこれ昨日の夜飲んだ水、まだ残ってますね、天然水で、あと昨日鼻かんだんでしょう、ティッシュと、あとまあここでね寝てるんで多少は、あとこのポチ袋があります。多分これゴミ袋用に持ってきた気がします。で、とこれがポケットティッシュと、あとこれがなんだっけこれ、なんかニベアの体版みたいなやつ、これを使っていつも足のマッサージとかをここでします。私は寝る前にするんで、お風呂上がりの、なので上にやりますね。でそのためのこれです、タイマー、このタイマーで30秒とか1分とか測ってね、ふくらはぎとかとマッサージをしますね。で、あとはこのねエアコンとライトのリモコン、そうリモコンと、あと目薬と、なんかメガネと、あとこれ一個取れちゃったんですけど、このね小顔ローラー、本当はこの大きい方でやってたんですけど、ちょっと細いというかちっちゃいね方で今やってます、小顔ローラー。これもね1分とか時間決めてやってます。あとこれ全然使ってないんですけど、一時期ティッシュがなくて、ティッシュの代わりにこれを使ってました。これで鼻かんでました、はい、もったいないね。で、あと、あ、やば、空の目薬が出てきた、ゴミだやだ、こんぐらいですかね、こんぐらいです、こんぐらいでですね。あとは奥の方にねクッションとか丸まってる使ってないタオルとかがあるみたいな感じですかね。あとはそんな汚くはないんじゃないでしょうか、ちょっと丸まってるだけで。ということで以上でございます。はい、ということで、ちょっと汚かったね。どうでしたでしょうかって言いたかったけど、汚かったね。はい。で、ドンキでね、この、掛け布団カバーと、この、その、この、その、枕カバーを買ってきたので、これに付け替えたいなと思います。あと、この辺のね、雑貨類たちもちょっと綺麗にしたいなって思います。やっていきます。はい、はい、ということで完成しましたということで、まずねこれとこれをピンクにしまして、ニキビの薬がねついてない状態です。綺麗なまま新品みたいな
まあ、新品なんですけども、であとそこにね散らかってたなんていうのぬいぐるみたちもちょっと直しました。であとここですよ、最大の変わりポイントは、このなんかリモコンとか目薬とかアイピローとかをすべてまとめてタッパーに入れて、しまれ、よし、タッパーに入れてここにこうひとまとめにしました。こうすることによってもう散らかる心配がないという、はい、素晴らしい。タッパーもデコりました。イエーイ、かわいい、超あげーやだはい、ということであとティッシュかな、ティッシュも、ね、ティッシュもね、ここに行きました。ゴミ箱はないんで、はい、あの起きたらすぐゴミを持って一緒にしたいなと思います。そうだね、まああと100均でちっちゃいゴミ箱買ってもいいしね。そうだね、うん、うん、まあそのゴミ箱の中に入ってるゴミを捨てるかどうかだけど。そうなのよ、結局そこなんだよね。ゴミ箱置いてもさ、その中のゴミをこまめに捨てられない子はさ、捨てられなくてゴミ箱溢れ返ってるのいつも。そうだよね、それでどんどんなんか全体に広がってるゴミが、だからゴミ箱置いてもあんま解決されない気がしてきて、逆に置かない方がいいのかなってそっか、はいはい、まあそこは検討したいなと思うんですけども、以上でですね、ベッドは終了でございます。撮影が難しくてむずいね。こんな感じでございます。はい、はい、ということで第3弾のねお掃除は無事終わりましたということで、第4弾っていうか次は本棚な、そうだね、本棚綺麗になるかな。はい、はい、ということで、本日はこの辺で終わりにしたいと思います。ということでそれではバイバーイ。